さあ、やってます。おはようございます。ロヒョウです。リベンジに早速やってまいりました。さあ、お月さん今日も出てます。いや、今日こそね、ちゃんとヒラメをキャッチしたいと思ってます。でもね、海の状況はだいぶかなり落ち着いて、釣りはしやすい状況になってます。あとはベイトが大量に回ってくることを期待しながら、なんかね、やっぱね、ちらほら打ち上がるのは打ち上がるらしいんですよね。クイックヘッドシャット 21g 後ろのアイを使用してリフト&ホールを繰り返しながら誘っていきたいと思います。今使ってるやつがヘッド部分とワーム部分がグローになってるやつですね。グローピーチってやつですかね。まだ薄暗いんで若干グローに光るものをね、太陽が昇ってきた、まあ昇る間際ぐらいの時からカラーをチェンジしていきます。何に変えたかと言いますと、アスリートプラス手前にね、ちょっとチラホラベイトっぽいのが見えたりしたんですね。それプラス、まあ風もね、思ったよりも風もないんで、なので軽いミノーでも、まあ、ちゃんと広範囲を探れるかなと。基本的に浅い石は本当に、まあ、波打ち際をねトレースする感じで、こう斜めに投げれたら斜めに投げて、こう1回2回3回巻いて止めるっていうパターンとかね、そういうのを繰り返していきます。ちなみになぜこのカラーを使ってるか、これまあイワシっぽいカラーでしょ。イワシっぽいカラーなんですけど、これね、側面発光って言われるやつで、本当にね、このルアーの側面がグローになってます。なのでまあライトとかでもね、暗い時でも実行してくれるんで、水中の中でモワッと光ったりするんですね。食ったよ。よっしゃ、よし、来た。このタイミングで来た。いやー、これはバラしたくないよ、マジで。タイミングか。はい、マゴチ、マゴチ、マゴチが出ました。クイックヘッド、クイックシャット、これの、ヒラメの餌からですかね。長かった、この時間までが長かった。いや、嬉しいな。マスコは、ほら、ほら。
の手だいたい21センチあります。だいたい50ぐらいですかね。魚顔は見えましたね、まあ、とりあえず日が上がってもう完璧上がってるんでね、ちょっとカラーの方も変えていきます。これもクイックヘッドシャトン 14g の、ワームがこれはイワシですかね。さっきのヒットパターンちょっと振り返りますか。まずまあキャストしてもらってで着底を待ちます。まあ、結構ね浅いんでもう着底します。でそっから糸付けを取ってでロッドを一発煽って岩を毎回毎回こう着底させてます。煽る着底煽る着底、まあ、リフト&ホールですね。こういう感じでゆっくりゆっくりリフト&ホールをしてました。で手前になってくるとね、あのルアーがこのゴルタに当たるところがあるんですよ。もう間もなくですかね、ゴルタ当たりましたね。その当たった瞬間ぐらいに切ってきたんですよね。さっきのだいたいそうですね、こっから20メーター先ぐらいですかねのところで振ってきた感じです。ちなみにこの 14g 軽く投げた感じでは50メーターぐらいですかね。なんで、まあ、30メーターぐらいを、砂の部分があってで手前20メーターのところでゴータがあると。満潮が次ぐらいまでやった方がいいかもですね。ベイトが何かしらもしかしたら寄ってくる可能性もあります。薄くカメラではちょっと見えないかもなんですけど、薄く潮目も出てきたんでね、ひょっとするとまだいけるかもわかんないですね。ただね今日本当にねベイトが少ない。やっぱりねサーフの釣りはねベイトありきです。ベイトありきの地形の変化あるところで切ってくる。お、ちょっとだいぶ大きいですけど、あれはベイトの塊やな。おーベイトの塊や。 200m 大きいぐらいです。でもねやっぱね寄ってくるのもあれなんですよね。可能性はあるんですけどね。スリートプラス投げます。ちょっとね気分的なもんもあります。クイックヘッドシャットで魚が釣れたんでちょっとものを変えてみようと。お疲れ様でした。今日朝4時サーフインしてでそっから投げ続けで6時半ぐらいに一発来ましたね。ちょっとねバイトがほんと少なかったですね今日。ほんまにあのワンバイトだけです。それをうまいことキャッチできたんでよかったなと思います。でメタルジグとかねミノーではやはり反応しない個体っていうのももちろんいると思います。その中でワームを使って釣ることができたんでね、ひねり出すことができたんでよかった、ほんまよかった。まあねちょっとね他の、ポイントとかもねちょっと見に来てるんですけど、ちょっともうだいぶ濁りが風が出てねちょっともう今日はやめとこうかなと思います。ではまたお会いしましょう。まあすぐお会いすると思います。ではではありがとうございます。またね。